はい、今回はセガのコンシューマーハードのねコントローラーです。まずは SG1000 に付属していたというかもうくっついちゃってるんですが、コントローラーですね。で SG1000-2M3 とかなりファミコンを意識したモデルになってます。そしてやはりマスターシステム、かっこいいですね。この配色個人的には結構好きですね。そしてかなりブレイクしたメガドライブまたはジェネシスのコントローラーですね。大きいです。そして小型化したメガドラ2に付属していたコントローラーです。次世代機戦争を戦ったセガサターンのコントローラーです。こちらもねかなり使いやすいと言われていますね。さあなかなかこの形賛否が分かれたドリームキャスト、セガ最後のコントローラーですね。まあこうやって眺めてくるとですね、まあ古い時代からセガは戦っていたんだなと思いますね。初代 SG1000 はですね、当時の家庭用ゲーム機の名残をかなり受けてますが、 SG1000-2 以降はですねファミコンのコントローラーのパッド型になってます。そして大胆にね変えてきたのは16ビット時代のこのメガドライブあたりでしょうか。格闘ゲームが流行っていたメガドラ2の時代は6ボタンになってます。それを改良したのかサターンはね結構メガドラ2のコントローラーに似ています。そしてドリキャス、結構ねいろんなハードのコントローラーのいいところを詰め込んだ感じがありますね。さてここからはそれぞれ見ていきますが、まあ SG1000 の最大の特徴はやっぱりね本体からニョキッとコードが伸びてつながっています。で当時のコントローラーって結構このタイプが多かったですね。左手でこのように左右にあるボタンを押して、まああと右手でね右手の指でこのスティックを操作するというのがまあこういう形なんでしょうか。実は自分あんまり使ったことがありません先ほどもちょろっと言いましたが本体から直接コードが出ているタイプですが、一応ねここに外部のコントローラー挿すことができます。この手のコントローラーはよく遊んだという方からなんじゃこりゃという世代がいるんじゃないでしょうか。型番は SJ200 ですね。こちら SG1000-2 のコントローラーです。ここになんかねネジ穴がありますね。コントローラーの形状は当時ねブレイクし始めていた任天堂ファミコンのねコントローラーを意識した形になっています。あ、ありました。この何でしょうねこの丸ぼっちみたいのをですねここにネジで回し込みます。なかなか入んないな。入るかな、入りました。まあこうすることによって初代のねスティックのような形状にもなります。そしてこの何でしょうボタン、ゴムです、ゴムファミコンの時ね四角ボタンがめり込んでいたのと同じようなゴム仕様になってますね。型番は SJ150 になってます。 SJ って何でしょう、セガジョイパッドかないやーなかなか小さいですね正直なところ。次はセガマーク3のコントローラーですね。型番は SJ152 になってますので、先ほどからね数字が2つ上がってます。そしてこのボタンがですねちゃんとプラスチックに変わってます。まあなんとなくこう先代のね SG1000-2 の流れを受けてます。大きさもそんなに変わりませんね。ただ方向キーってんでしょうかね、なんとなくこう四角形に近い形になってます。ちょっと比べてみましょうか。こんな感じですね。まあゴムじゃなくなったんでこうめり込んだ感じはなくなりましたね。まあやはりボタンはプラスチックに限るということでしょうか。大きさほとんど
大きさ厚みもかな同じですね。まあこの頃のセガって毎年ハードを出していましたよね。さあこのマスターシステムなんですが、まあ非常にねカラーリングが今までと違ってこうなんでしょうシックな感じになってます。まあボタンの数は変わらないんですが、一応1ボタン2ボタンとかがついて、スタートのねボタンもついてるというか1ボタンと、まあ、兼用になってますね。まあデザインがなかなかかっこいいんですよね。でコネクタはずっとこの形状ですね。9ピンのタイプです。裏側を見ますと型番が書いてありますが、モデル3020ですね。今まで SJ と書いてあったものがないんですよね。やはりそもそも日本で発売する予定がなかったからなんでしょうか。この、なんでしょう、墓地。ここにも入るのかな?マスターシステムの時はついてなかったんですよね。取れちゃってて、なかったんですが、ちゃんとはまります。SG-1002 についていた、このスティックのようなもの、ちゃんとネジ、一致しますね。さあ、ここからはですね、一気にコントローラーがでかくなりますね。先ほどまで結構ちまちま手のひらに乗っていたコントローラーがもうなんでしょう、こう両手でがっちり押さえないとでかいというものです。初めてスタートボタンがね専用につきました。ボタンの数も ABC と一気に3つになりました。方向キーはどうでしょうね。まあ押し心地はそんなに今までと変わりません。そして持ちやすいですね。見事なこのラウンド形状と言うんでしょうか、手のひらにすっぽり入ります。そして型番です。再び SJ が復活、 SJ3500 になってます。まあこの辺結構馴染みがあるんじゃないでしょうかね。2019年にはねメガドラミニでも復刻しましたんで、まあ知ってる方は多いんじゃないでしょうか。そしてこちら、まあメガドライブって結構ね長い間運用されましたので、メガドラ2なんていうものが発売になりました。メガドラ2の頃は格闘ゲームがですね、まあ日本ではブームでしたので、このような6ボタンパッドになってます。まあ非常に、まあスタートボタンもちゃんとありますし似てますが、ここにねモードボタンがついてます。少し進化してる感じはします。LR ではありませんね。大きさはかなりですね。まあおそらく先代のコントローラーでかいと言われたんでしょうか。コンパクトにしてきました。まあ大人がやる分にはそんなに大きくはないんですが、もしかしたら子供は大きかったのかなと思います。さあいよいよですね、次世代機戦争を戦ったセガサターンのコントローラー。このコントローラーもかなり評判がいいですよね。かなりこうメガドラ2のコントローラーに近い感じがします。でついにですね LR というボタンがつきました。 L と R という表記はないんですが、何でしょうね、 CD とかを再生した時のこう早送りと巻き戻しって言わないんだよな、今ね。なんて言うんだ。戻るボタンが、LR に相当してます。メガドラ2のコントローラーと比較してみましょうか。結構近いものがありますね。LR 以外は、まあ、かなり似てます。型番です。サターンのね、型番に合わせて HSS0101 ですね。HSS になってます。非常にね、持ちやすくて、軽くて、安定したね、コントローラーなんじゃないでしょうか。まあ、かつて Windows あたりにね、USB で移植されていましたけども、なかなか人気のあるコントローラーだと思います。コネクターがですね、ついに専用というんでしょうか、セガサターン専用プラグになってます。まあ、このタイプは個人的にいいですね。刺した時の安定感。以前のあのピンのやつはですね、刺さってんだか刺さってないんだかちょっと不安であったりとか、ピンが折れちゃうんじゃないかという不安がありました。
さあ、ドリームキャストですね。とにかくこう、でかいですね。コントローラーに穴が開いちゃってるというね、そういうわけじゃないんでしょうが、アナログスティックも搭載してきました。そして当時ね、十字ボタン、いいのかと、いろいろと騒がれていましたが、十字ボタンもついてます。スタートボタンがあってね、ボタンの数はですね、こう、ABXY と、かつての6ボタンより減ってますね。そして LR に相当するのはアナログになってますね。なんといっても64を意識させたこの拡張コントローラーですよね。64のコントローラーより1つ多いね、2つのスロットがあります。ちょっと試しに入れてみましょうと。まあ定番はビジュアルメモリーでしょうか。まあここにね、コントローラーに液晶がつくというものですよね。まあ、結構重たくなりましたね。十字ボタンもちょっとこうふにゃふにゃしてる感触がありますね。まあ、若干任天堂十字ボタンとは違うんでしょうかね。まあ大人が持つ分には非常にホールド感があります。珍しいのはですね、ここコードが下から出てますね。そしてプラグもドリームキャスト専用プラグになってます。これも非常に差しやすかったですね。以上が1983年から1998年まで駆け抜けたね、セガコンシューマーハードのコントローラーでしたが、いかがだったでしょうかね。まあ見たことがあるというやつもあれば、なんじゃこりゃーっていうのもあったかもしれません。コントローラーのね、好き嫌いはそれぞれみんなありますので、何とも言えませんが、個人的にはね、ドリキャスのね、ガチャガチャドッキングできるタイプは好きだなぁと思います。まあコントローラーとして見たときはちょっと未知数ですね、わかりません。まあこんな感じでね、セガコンシューマーハードの歴代コントローラーを見てきました。ではまた。